試合中はとにかくマウンドでもベンチでも会話は全部もう前向きな話だけ、反省は試合が終わってからとにかく気持ちよく投げてもらうために全うしたいと話していました。という中井さんからのリポート、本当にこうチャレンジしてトライしていこうという気持ちがね、そのコメントからも槙原さん感じられますね。はい、私たちも非常に大事にしたいですから、ネガティブな話じゃなくて、そうですね、
社だと思いますね。軽打ができるんですよね。ダルビッシュとしたホームランもインサイドスライダーを置いてるんですけども、軽打ができます。先ほどの打席も、はい、今永投手の強いまっすぐを引っ張ってるんですよね。軽打ができる打者っていうのは、こういう今永投手のような速球派の投手にとってはちょっと嫌な感じがするかもしれないですね、はい。チェンジアップ大きく振ってくれる打者の方が、今永投手は好きだと思うんですよね。コツコツこう手出してくる打者の方が投げててちょっと気持ち悪いなと感じてるんではないでしょうかね。4球目はストレート151キロです。強く振ってくれるバッターですと、はい、空振り取れてもおかしくないような高さなんですけれども、はい、さあ今永の球数が46球になってきました。50球に到達すると中4日を空けなければいけません。どう判断するかですね。こうなるともう1次ラウンドではもし50球いくと使えないことになりますもんね、荒井さん。そうですね、はい。